北海道の皆さん、こんにちは。自転車競技パラサイクリングの藤田正樹です。非常事態宣言が続き、辛抱の日々も続いていることと思います。そんな毎日ですが、私たちの生活を支えてくださる方々、周りの人に感謝や思いやりの気持ちを持って、みんなで力を合わせて乗り越えていきましょう。外出を控えて手洗い、うがいをしっかりしましょう。家で運動をして健康に気をつけていきましょう。私も東京パラリンピックや他の大会が延期や中止になり、まだ先が見通せていない状態ですが、家の中で自転車を漕いだりして、今できることに取り組んでいます。また皆さんと元気に笑顔で北海道でお会いできることを楽しみにしています。スポーツの力で共に乗り越えよう。頑張れ、北海道。